こんにちは、タルタリアの動画すんごい作るの大変だった。ということでその翌日の動画ですね、こんばんは。今回は、いろいろな話題についての動画になりそう。まずは、アーロイについての話題から、すんごいアーロイネタこすってるけど、アーロイの不遇さを死ぬほど実感してる。数日前、私は人々がアーロイを削除しようとする試みについて話している記事に出くわしました。それは困惑していて面白いです。私は人々がなぜそこまでして彼女を削除したいのかが気になります。記事にはその理由が書かれていませんでしたが、賛否両論あるとだけ書かれていたので、レッジとに答えを求めてきました。なぜ、そこまでする必要があるのでしょうか？彼女はそれほど強くはないかもしれませんが、まだ使い道があるので、人々は本気で彼女を消そうとしているわけではありませんよね。ちょっとだけ、目にしたことあるやつですね。なんだっけ、メールを受け取らずにずっと放置して、消滅するのを待つんだっけ。みんなアーロイ嫌いすぎないか？個人的にはそういうの、みほよに今後絶対にコラボするなよって、アピールしてる感じがして、結構嫌ですね。結構みほよに熱狂の信者とか、多いイメージだけどそういうところは拒否ってるイメージがある。アーロイもみほよが金をかけてモデリングしたり、モーション作られたキャラクターなんだけどね。というかみんな、アーロイとのコラボウェブイベントやった27日までだったけど。自分はギリギリ気づいてなんとか終わらせました。結構忘れてる人多そうなイメージがあった。話がだいぶ脱線した気がしたから、話を戻すか。まあ、性能がいいか悪いかと言われると難しいけど、性能が低いから使わないのと、受け取らないのは別な話な気がした。はい、ということで、海外の反応を見ていきましょう。彼女は弱く、プレイしていてあまり楽しくありません。名刺がオリジナルではないとか、ホライゾンの見た目と比べて子供のように見えるとか、スタックを示すフォントが円比のスタックを示すフォントと同じであるとか、見た目の問題もありますが、ゲーム性が一番の問題です。昔の話ですが、彼女は没入感を壊す、彼女は原神の世界にはふさわしくないという意見を見た記憶があります。私は、旅人以外のキャラでプレイすることは、没入感を壊すことになるのではないかと思いました。旅人とパイモンだけで構成されているのが定説ですし、旅人は文字通り世界を飛び回る存在なので、厳密には原神の世界には馴染まないのです。このような議論は理解できませんでしたが、それが解消されたんなら笑えるね。誰も強制されていないキャラクターに腹を立ててることを想像してみてごらん。個人的には、彼女のデザインといっても、キャラデザ、肌の変化だけが嫌いです。特に他の原神キャラホライゾンの彼女の姿ともと比べて、とても奇妙に感じます。また、弓がプレステだけに限定されていることも非常に悲しいことです。私は他の端末でプレイしているのですが、将来武器スキンとして登場することを願っています。それから、この件でアーロイを削除しようとは、思いませんでしたね。原神界隈のほとんどは、残念ながらパッドを触ったことのない、KPOP といってアスタンワールドの世界から来た人たちのようで、だからこそ、毎日のようにクソみたいな論争がいろいろな理由で起きているのです。この論理によって、彼女をそれほど嫌う本当の理由はありません。コラボガチャが至るところにある中、無料で配布されたキャラクターです。人々は、過剰反応して有毒な行動をとるとき、自分自身をチェックする必要があります。ということで、反応への反応なんですが、キャラクターが強くない、これは個人的にはちょっと違うかなって感じ。で、原神は低ワットではなく、世界を旅していて到着した場所がたまたま低ワットだったんだっけ？まあ、少なくとも旅人は他の世界からの旅行者なので厳密には世界の住人ではないですね。この設定ぼーっとプレイしてると、結構忘れがちな設定な気がする。あと、そもそもホライゾンってなんだよ、って人は少し世代を感じますね。ソシャゲ世代か。まあ、そういう人が多いのかな？ただ、ゲーム業界へ就職してる人の話だと、ソシャゲ飽和してるから据え置きに時代が戻るって噂あるよね。原神今後コラボとかどうなるんだろうね。というか、ホライゾンに原神キャラ出たらそれはそれで笑えるな。超リアル原神キャラクターが、出たら超笑えそうだね。ホライゾンにサイリス参戦、割とやっていけそう。ということで、次の話題へ行きましょう。私にとっては、時間がかかるし、鳥が私の彩香の悩みの種なので、純粋精霊です。それ以外では、弱打竜王も非常に厄介ですね。自分が圧倒的に倒すのがめんどいボスは、弱打竜王ですね。勝利先生入れて、毎回ゴリ押ししてるんですけど、正攻法で戦うと回避不可の確定ダメージ多すぎる。まあ、戦闘中の注意書きもシールドを推奨してるからな。地響きで、奥へ奥へ持っていかれるのも、結構倒すのめんどいんだよね。シニョーラもまあまあめんどいボスだけど、個人的には弱打竜王が一番めんどいボスだな。シールドを貫通しないスリップダメージ、シールドいなかったら実質稲妻を先行体験できましたね。マルチすると、結構使うキャラ迷うのも弱打竜王な気がしますね。過去に、弱打竜王でのキャラ使用率についての動画も出したことがあるんでよかったらみんな見てね。しれっと宣伝していくスタイル。本文では純粋精霊だけど、螺旋にモンドやりゆえのボスってなかなか来ないよね。九頭樹とか、爆炎樹は大昔に、螺旋ボスなんだっけ？最初の頃は、螺旋クリアできなかったから、わからんのよね。火球が飛んでくる螺旋のフィールドギミック、突破できなくて昔積んでたな。尺を稼ぐために無意識に話を脱線してる系、動画投稿者です。今日も空は青いですね。ということで、海外の反応を見て、まとめて終わりましょう。シニョーラは、30秒間のスピンで床一面に糞を撒き散らし、ほぼ死ぬほどのダメージを受けますが、攻撃がヒットするターゲットにはなりません。対策を知らない方向けに、青い水の結晶を壊せば、燃えるような床を元に戻すことができ、かなりの範囲をきれいにすることができます。でも、しばらくするとまた炎を漏らしてしまうし、4つとも壊してしまうとリフレッシュするのに時間がかかってしまいます。その時には、キャラクターはほとんど焼けてしまっているか、床は文字通り溶岩になっています。マグップ検機とその長い起動時間。螺旋のタイマーが、あの人形の起動を待つために10秒もかかってしまうのが恨めしい。マジかよ。アンドリアスは、毎回アリーナまで歩いていかなければなりません。私は武器庫から行きます。他のルートよりもはるかに早い。あの湖のそばにある暁はイナリーのすぐ外にあるテレポートに行って、アリーナまでの崖を登ります。これはかなりのスタミナを必要とするので、7つの大きな像をアップグレードしていないとおすすめできませんが、最も苦痛の少ない方法だと思います。どれが一番早いんや。弱打竜王、彼がダメージを受けるのをずっと待っているだけで、とてもイライラする。でも、ボスの音楽はすごくいいんですよ。カットシーンがなくなって、変身時に殴れるようになっていたら嬉しいですね。アンドリアスとタルタリアのこの変身部分も嫌いです。ほとんどの新ボス、マグーケンキ、シニョーラ、無双、ライレイには、愚かな遅延戦術という同じ厄介な特徴があります。数秒ごとにテレポートしたり、ダッシュしたり、無敵時間があったり、討伐目的は、さっさと倒したいのに、イライラするだけです。結構シニョーラの名前が多かった気がしました。あとは、カットインはソロなら気にならんけど、マルチだとなーって感じがする。あと、最近のボスって全部倒すのめんどいよね。っていうのを少し前にリア友としたことを思い出したよ。とりあえず、倒すまでダメージを与える時間が短いボスが、最近のトレンドだよね。将来的に20シールドとか出そうだよね、スライム。動き回ってタゲ取れないよりは、全然マシなんですけどね。何イラなんだ。バニーラです。皆さんはどのボスが苦手？厄介？よかったら教えてね。アンドリアスとおすぎってのがあるくらいだから、自由にコメントしてくだされ。というわけで、前半ではアーロイ嫌われすぎじゃね？って話題でした。過激な行動を取るのは、やめた方がいいと思いましたね。後半は、厄介なボスについての話題でしたね。皆さんの、苦手なボスや、嫌いなボスについて教えてください。はい、ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価、よろしくね。ということで、次回もよろしくだ。さようならだー。